皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにするための動画の2回目。2回目は B 動詞の文章の意味、どんなパターンがあるのか、それから B 動詞の文章を否定文にするとき、この2つをやっていきます。まず B 動詞の文章、どんな意味になるのか、代表的な3つのパターンをお話しします。まず1つ目、1、主語は何だという意味になる場合です。この下線の部分には B 動詞が入ります。最初は I で始まりますから Am、ね、B 動詞 Am を使います。そうすると I am 動詞、 I am 動詞、ね、私は何だ、私は都市だと、私は都市ですと、こうなりますよね。次は C の時の B 動詞って is でしたから She is a teacher、 She is a teacher、 彼女は何だと、彼女は先生ですと、彼女は先生です、こういう意味の文章になります。2つ目のパターン、主語はどんなだというパターンです。 You で始まる文は B 動詞は are を使いましたから You are happy、 You are happy、ね、あなたはどんな、ね、happy、 幸せだとか嬉しいとかね、 You are happy、 あなたは幸せですと、どんなだ、幸せだというこうなりますよね。次は主語 he です。He の時には B 動詞は is を使いましたから He is cool、 He is cool、 彼はどんなだ、 cool だ、 cool ってかっこいいって意味ですよね。彼はかっこいいと、こういう文章になるわけです。3つ目のパターンは、主語がいるとかあるという意味ですね。存在の B 動詞と言います。 We の後ろに来る B 動詞は are でしたからWe are at home. We are at home. これで私たちは at home ですから、家にいると、こういう意味になります。次は A cat. A cat. A がついてるので1匹ですよね。単数のものにつく B 動詞は is でしたら A cat is. こうなります。 A cat is in my room. A cat is in my room.一匹の猫は私の部屋にいますと、ね、いるという意味ですね。この3つのパターンがあります。主語が何だという時には I am 動詞とか She is a teacher、 主語はどんなだという時には You are happy、 He is cool、ね、主語がいるとかあるという時 We are at home、 A cat is in my room、こんな風に文章ができるんですね。次は B 動詞の文章を否定文にするとき、どうしたらいいか、この説明をします。じゃあ B 動詞の文章の否定文を作ってみましょう。学習のポイントはこういうことです。 B 動詞の後ろに NOT、 これ NOT って読むんですけど NOT を置くとこれ否定文になります。じゃあ具体的にやっていきましょう。カッコ1は I'm a student、 I'm a student、 私は学生です。これも私は学生ではありませんという否定文にするには I'm、 これ I am を短くした形ですよね。この後ろに not を入れます。 I'm not a student、 I'm not a student、 これで私は学生ではありませんという否定の文章が出来上がりです。カッコ2、主語は you ですから B 動詞は are を使いますよね。 You are a student、 You are a student、 あなたは学生です。この are がついているのは一人の学生ですという意味ですね。日本語は、ね、数を意識しないんですけれど英語は、数を意識するのでここに are がついています。これを否定文にするときには B 動詞の are の後ろに You are notA student. You are not a student. You are not a student. あなたは学生ではありませんという否定の文章が出来上がります。
この Arnot を短くすると Arnt、 こんなふうになります。ですから否定文では You aren't a student、 You aren't a student、 このように書くこともできます。カッコさんは主語が He ですよね。 He の B 動詞っていうのは Is でしたから、 He is a student、 He is a student、 彼は学生です。これを否定文にするには B 動詞の Is の後ろに Not を入れて He's not a student、 He's not a student、彼は学生ではありません。こうなります。 is not を短くすることができません。 is not を短くすると isn't、 こうなるので he isn't a student、 he isn't a student、 これも否定文で彼は学生ではありませんという意味になります。では4番に移ります。4番の文の主語は C です。 C の時は B 動詞は is を使いましたから She is a student、 She is a student、 彼女は学生です。これを学生じゃないというようにするには is の後ろに not を置いて She is not a student、 She is not a student、 彼女は学生ではありません、こうなりますよね。そして is not を短くすると isn't となって She isn't a student、 She isn't a student、 これも彼女は学生ではありませんという意味の文章ですね。括弧5番、主語は We です。 We につく B 動詞は are でしたから We are students、 We are students、 こうなります。ちょっと上の文章と比べて student の部分が変わっていますよね。あがついていない。その代わりにこの student の t の後ろに s がついている。これなぜかっていうと、あってのは一人とかね、一つのものを表しました。でも主語が we、 私たちって一人じゃないでしょ。だからまずあが取れます。そして複数と言ってたくさんいるので、私たちって一人じゃなくて二人以上なので、そういう時には名詞の後ろに S をつけるんですね。ですから students となっています。 A が取れて S がついて students、 こうなっているんですね。 We are students、 これを否定文にする時には We are、 B 動詞の R の後ろに not を入れて We are not studentsWe are not students、 こうなります。 are not、 短縮すると aren't ですね。 We are students、 We aren't students、 私たちは生徒ではありません、学生ではありません、とこういう意味になりますね。6番は主語は they ですから they、 B 動詞は are を使いましたよね。 They are students、 彼らは学生です。彼らって一人じゃないですよね。二人以上のはずです。ですから、あはつかないで、student の後ろに s がついて、students となっています。They are students。これを否定文にすると、are の後ろに not を入れて、they are not students。They are not students。こうなります。are not を短くすると、aren't でしたから、They aren't students. They aren't students. こうなります。では次はですね、ここの動画で覚えておきたいポイントの部分を説明します。この動画で覚えてもらいたい最大のポイントは、否定文を作るときには B 動詞の後ろに not、 これを入れれば否定文になるということですけど、それとともに覚えてもらいたいこと、まず is not 短縮すると isn't と、 are not 短縮すると aren't と、こうなるということですね。これアポストロフィーがついているということは、
ここで省略してありますという印なんですね。そしてもう一つは、名詞の複数形には後ろに S がつくと、このことです。まあ S のつき方いろいろあるんです。また、複数形になると、子供というのチャイルドがチルドレンになったりするように形が変わるものもあるんですけれど、基本の部分として名詞の複数形には S がつく、これだけをまず覚えてください。具体的には A book 一冊の本、これが2 二冊になると2 books、ね、ブックの後ろに S がついて2 books。 A cat 一匹の猫、これが4匹になると4 cats、 こうなります。それから An apple、 An apple、一個のリンゴ、これが5、5個のリンゴになると5 apples、 ね、S がつくんですよね。まあ基本的な知識として、複数形、名詞の複数形には S がつくと、この部分をしっかり今日は覚えちゃってください。では次は英語学習のコツについて最後お話しします。英語学習のコツです。英語を上達させるコツ、これは英語を声に出して読むことです。音読することですよね。黙読、声に出さない黙読だと英文をしっかり読めているかどうか自分でも自覚できないし、英文を後ろから日本語に訳そう、こういう意識が生まれやすいです。声に出すことで英文を前から順番に理解できるようになり、リスニング力と読むスピード、この力もどん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 ついていきます。これ声に出すと恥ずかしいって人いるんですけれど、声の大きさ関係ないので、恥ずかしい人はちっちゃい声で読んでください、ね、声に出すことが大切なんですよね。ですから英語学習では必ず英語を音読しましょう。単語でも熟語でも英文でも長文でもね、必ず声に出して読むようにしましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。